はいどうもこんにちはこんばんは、後半戦でございます。とりあえず火つけて晩飯の準備ですね。まったりやります、ゆっくり。今日はね仮眠取れなかったんで、もしかしたら早く寝ちゃうかもしれないですね。なので早めにメインディッシュを食べてお酒飲んで明日早起きできたらいいななんて思ってます。火ついてきたな、だいぶ。そういえばテーブルクロスを新調しました。今まで100均のやつを4つつなげてたんですけど、歯切れ売ってたんで、ハンドメイドショップっていうか、なんていうんですかね、ああいうお店、すごいおしゃれになりましたね。これでも800円ぐらいかな。はい、だいぶ準備ができてきましたね。これ明るいのは照明を照らしてるからですね。これは具材並べてるだけでももう飯食えますね。こっからいつも失敗しますから楽しみにしてください。始まったバーベキュー。今回はそんなに肉関係、焼肉はしないのでそこまで買ってないですね。軽くつまみになるようなものだけ焼いてます。ソーセージいただきます。ちょっと画面暗いですね。これ照明強くした方がいいな、後で。うまっ。今日ずっと動いてたから本当うまい。あれ、今までで一番美味しいかも、このソーセージ。お酒飲みたい、早く。おい、じゃあビールいただきます。ね、温泉上がってからそこまで水分あんまり飲まないようにしたんですよね。これは楽しみですよ。キンキンに冷えてやがる、マジで。銀河高原ビールも売ってたし、今日行った荻野さんは品揃えすごい良かった。やっぱ店舗によるね。山中湖の荻野さんそんなないけど。じゃあいただきます、銀河高原。うめえ、やばい。銀河高原もこれ結構上位に入る、このうまさ。うまー。エビの投入、今日は早いですね。いつも後半の方ですけど、これを食べてメインディッシュの方へ行きます。その後はゆっくり酒を飲んで早めの就寝、もしくは焚き火タイムですね。熱々の中、今炊事場でエビの皮を剥いてきました。これですね、このエビはね、後で頭食うから。いただきます。熱いうちにね、本当にね、この苦労して剥いた先にね、何かが待ってるんですよ。いただきますね。もう美味しい。口に含んだ瞬間美味しいもん。でかい身が、うまっ。私はこのね、頭の部分好きなんですよ。見た目すっごいグロテスクだね。ここね、美味しいんですよ。ぜひ食べてみてください。頭剥いた時にね、こう味噌が残ってるんで、そこをまあバリバリ食う感じですね。全部はちょっとね、足とか刺さりそうで危ないんで食わないですけど、これが美味しい。ではいただきますね。この部分ですね。この部分、この頭の部分ね、ちょっと焦点合わないかな。はい、これをちょっと焼肉のタレにつけて、音聞いててください、音ね。いただきまーす。全部食べちゃった。うめえ。エビせん、つまみになるね、これ酒の。
だいぶいい雰囲気になってきましたね。この後はメインディッシュです。火をつけ直してる間にもう一本いきます。ちょっと酔いがね、回るのが早いんで怖いっすね。500買っちゃったよ、本絞り。飲めるかなこれ。メインディッシュがこれからだっていうのに。いただきます。好きなんですよ本絞り。うん、冷た。あーうま、飲めるね。スイスイ入ってくる。はい、こちらのなんだっけ、南部鉄鍋ですね。南部鉄鍋をまずこちらで温めてから肉を軽く炒めます。はい、じゃあこれね、4切れ1400円ぐらいした肉ですね。こちら炒めていきます。あーいい音、あーいい音だね。あの牛脂がなかったから、牛脂がなかったからオリーブオイルでやっちゃいましたけど、これを炒めて、やばすげえ楽しみなんだけど、ちょっと眠かったけど目が覚めてきた。はい、まあある程度火通ったんで、あとはまあ煮込む感じで、すき焼きのタレ入れちゃいます。これ割り下、さすがに一から作るのめんどくさかったんで買っちゃいました。ドボ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 ド、あーもうすでに美味しそう。あー美味しそう。はい、じゃあ白菜置いていきます。まあこれ後で焚き火の方で煮込むんで、よいしょ、ネギをね、パッ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 、えのき、あ逆だな、こっちだな、えのきを、白滝、豆腐で、最後にしいたけちゃんをね、見た目、あーかわいい、やって、はい、最後に蓋を、落とし蓋をポンと置いて、ちょっと溢れてる。これで焚き火の方にかけちゃいたいと思います。はい、あとは焚き火の火でしばらく待ちます。楽しみですねこれね。見た目いいね、相変わらず。待ってる間に余った椎茸を焼くと。これもこれでね、醤油をかけていただきたいんでね。うまいっすよね椎茸ね、ほんと美味しい。だいぶね、あの汁が溢れ出したんで開けてみます。あーやばい、来てる、よいしょ、あっやばいやばい、引っかかってる、引っかかってる、あーおいい感じじゃないですか。もう食えるんじゃない、いっちゃいますかこれはね。はい、バーベキュー台の方に移してきました。あとは余熱で温めながらいただきたいと思います。いやーこれ楽しみ、うまそう。ではいただきます。これはどっちの肉だ、安い肉か高い肉か、まあ、食ったらわかりますね。まずちょっとお肉からいただきます。あーやばい、緊張する。うん、うまっ。どっちの肉とかどうでもいいくらいうまい。うめえ、やってよかった。うまい、うまい、止まらない、うまい、うますぎる、豆腐もうまい、うまい、うまい。
まうますぎてもうね、あのもうどんどん適当に足してってます。こんな食えると思わなかった。うますぎた。うめえ、うめえ、うめえよ、止まんねえよ。いや、あの美味しすぎて明日の朝に食おうと思っていた具材なども全部ぶち込んじゃいましたね。これでラストですね。ラストのお肉も入れちゃいました。すき焼き美味しいわ。めったに食う機会ないですからね。ビビったー。枝がぶら下がってると思ったらこれはなんだ、七節、カマキリ。揺れてますね、ずいぶんノリノリだわ。サンバのリズムを知ってるかい。ほほほいほほほいって言ってますね。ぶえー、完食しました。さすがにきつい。この後巨峰食べようと思ったんですけどさすがに無理だ。明日の朝ごはんですね、巨峰は。なので、この後はライモンとかして焚き火タイムかな。トイレもね、すごい綺麗なんですよね。ちょっとこれスマホの撮影なんですけど、これはすごい綺麗。あれ？なんかあれ？やっとある程度終わったので焚き火タイムです。夜で少し冷え込んできたので焚き火があったかい。このまま寝ちゃいそうですよ、ここで。はい、では寝ちゃいそうなので先におやすみなさいと言わせてください。おやすみなさい、また明日の朝。朝8時です。もうちょい早く起きるつもりだったんですけど寒くてぐっすり寝ちゃいましたね。急いで片付けをして9時ぐらいには朝食を食べたいですね。あー、片付けめんどい。というかこの施設広いんで、でこれものすごい自然の中なので朝の散歩もね、もっと早起きしてたらかなり気持ちいいと思います。朝の散歩する余裕のある時間欲しかったですね、これね。はい、こちらが今回の我々の朝食ですね。食べるつもりなかったんですけどね、あまりのベビーチーズと生ハム、昨日いつもだったらこれ夜に食ってるやつですね。見てこれ、プリップリのブドウ、声響いてるね。身が超でかい、張り裂けちゃってるもんね。豊満なブドウですね。いただきます。はい、では豊満すぎるこのブドウですね、巨峰ね、いただきます。ちょっと身がでかすぎてね、うまく食えるか分かんない。硬いもん。うんうん、でっか身、うん、まっ。ちょっと酸っぱめ、うん、まっ。からすけ終わり。まだ時間あるので少しこの施設の散歩、ちょっと車で行けるのか分かんないけど車で行けるとこまで行ってみます。見てください、この大自然館。この奥に何だろう、ウォータースライダーって書いてありましたけど、あるのかな。ちょっと行ってみます。はい、着きました。見て水の綺麗さ。
超綺麗。そしてでっかい。びっくりした。あ、これがウォータースライダーかな。ちょっと滝で私の声が聞こえないかもしれないですけど、これね、子供でも安心の深さですし、水が綺麗なんでここでサプリたいですね。ここはすごい。森のイベント広場だそうですね。にゃんこがおる。広っ。イベント広場。にゃんこ虫。炊事場。これは広いぞ。うわ、すごっ。ここ借りれるのか。見て、タッチにステージみたいのもあるし、すごっ。こちらが宿泊棟と研修棟かな。で、露天風呂って書いてあったんで露天風呂もあるっぽいですね。あー、ここもいい雰囲気ですね。広いわ。こちらの宿泊棟はね、見ましたね。楽天とかからでも予約できましたね。ただこっちだとバーベキューとかできなくなっちゃうのかな。焚き火とかね、キャンプ場まで歩いていけばさしてくれるのかな。ザーッと車で通ってみたんですけど、本当に広い。本当に広いです。これが総合受付ですね。おしゃれだし、いろいろ建物もね多いんですよ。いや、ここはやーね、本当1泊2日で楽しみきるのは無理です。2泊3日もしくは3泊4日あないと楽しみきれないですね。温泉もあるから安心なんですよね。というわけで、にゃんこがあんなとこに。今回の動画はこれで終了させていただきます。この後は甲府の街をちょっと観光して帰ろうかなと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ本当にこのベルガーさんですね、ベルガーお城さん、皆様機会があったら来てみてください。ぜひチャンネル登録、高評価、ツイッターフォロー、概要欄からしていただけたら嬉しいです。ではまた次回の旅で、バイバイ。